羽生の宿ってすごいみそぼらしい家のことを言うんですよ。でそんなね家も自分の家だから、僕はそんな家でもいいから帰りたいと言っている。まあこれも戦争の時の歌ですよね。あのビルマン建物というとても有名な映画で私もこれを聞きましたけれども、本当に遠いビルマでね日本のことを思いながら兵士たちがこれを歌うんですけど、これもともと外国の曲なので、対戦してるあれは 何の兵なんだろう、イギリスかの兵士も歌えるんですよ英語で。で日本兵が日本語で歌ってたら、対する相手も英語で返してきて、みんな戦争なんて別にしたいわけじゃないんだよね。だけれどもやっぱり何だか知らないけど逆らえず始まってしまったことで、気持ちが一緒だなと、ホームスイートホーム、
유.